はたった一人だ。かかれ。激しい戦いだ。フランツさん、フランツさん、聞こえるか。侵入者だ、排除しろ。侵入者だ、排除しろ。せえ、侵入者だ、排除しろ。ジーク、この裏切り者め、ずらっためかえ。破滅の道を選ぶというのか。負けるわけには。気をつけて。よっ、フランツを頼む。はっ、こいつらは俺が相手をする。フランツ、急げ。あと少し、1分待ってくれよ。みんな無事か？タイムエンジンは見つかったのか？サーガはタイムエンジンを持ったまま要塞の最下層に隠れている。アイダの子はすでに地下に通じる道を全て閉鎖した。このグリーンルームのエレベーターを使えば直接要塞の最下層に行ける。だがその前に制御室でエレベーターの動力を再起動させないと。サーガは俺たちの動きを読んでいるはずなのに、ここの防備は手薄だ。どうも妙だな。罠だとしても飛び込んでいくしかない。すまんな。もっとマシな方法で歓迎するつもりだったんじゃが。血迷ったのか。やめろ。ジークよ、ハンクはお前を誇りに思っておったぞ。お前に俺の父を語る資格はない。残念だが忘れてしまったようじゃな。お前の父親が何のために犠牲になったか。眠ってしまえば痛くないわ。せやっ。お遊びはもう十分かね。カタクナで愚かなことよ。その目でしかと見よ。
世界の再生を。奴らがあれを動かす力をすでに持っているとしたら、俺たちはどうすればいい？やはり一足遅かったが、激しい時空の波動を感じる。奴らは逃げた後だ。あのタイムエンジンを持ってな。タイムエンジンのパラメーターをもとに軌道に必要なオムニアムの量を計算してみた。奴らがそれだけのオムニアムを入手するのはほぼ不可能だ。一箇所を除いてはね。奴らがオムニアムエンジンを転送できるとしたら、その場所というのはハガードのことか？そうだ。セントラルタワーのオムニアム蓄電池は今も飽和状態だ。十分奴らにオムニアムを提供できる。奴らに大量の人手と設備を送り込まれたら、今のハガードでは到底太刀打ちできない。ひとまずここを出よう。タワーにいる人物と連絡を取ってみる。最悪の事態を想定しておこう。この転送ゲートはエナジー切れだ。上の制御室に行って充電して再起動しないと。俺が制御室に行くから、みんなはここに残ってくれ。そう慌てるな。ざっと計算してみたんだが、転送ゲートは再起動しても30秒ほどしか持たない。つまり再起動してから30秒以内にここに戻る必要があるってことだ。また後でな。ここが転送ゲートの制御室か。まずい、画面がロックされている。手動で設備を再起動しないと。エナジープールが限界になって強制射出されたのか。別のエナジープールに交換しないと。転送ゲートは再起動した。急いでくれ。了解。やつら爆弾を設置したようだ。早く戻るんだ。幸運を祈る。フランツさん、生きてるかい？もう会えないかと思ったよ。今どこにいるんだ？オベリスクの底にある廃墟だよ。包囲されてタワーの最頂部と連絡が取れない。ずいぶん遅かったじゃないか。でもまた会えて嬉しいよ。あなたが無事で本当に嬉しいです。手短に話す。タワーの最上部とはまだ連絡が取れない。ハガードの転送ビーコンも故障中。つまり上の状況は不明さ。アイダの子は念入りに進行の準備を進めていた。その手始めがハガードと外部との連絡網の切断だ。タワーの頂上に登る方法はもはや一つしかない。オベリスクの下にある転送装置を修理して塔の内部に入り、ひたすら這い上がる。ええ、まあ今はそれしか方法がない。
アイダの子に破壊された転送ゲートの運転プログラムは技術スタッフが修理してる。もう少し時間がかかりそうだ。ジークとシャーリーは一緒じゃないのか。あの二人は先にタワーに登った。ここにはわずかな護衛と技術スタッフしかいない。今アイダの子に襲われたらひとたまりもない。アイダの子の転送ゲートはこの辺りに3つある。先にそっちを始末したい。頼んだよ。考えてみる。フランツさんのお考えは分かりました。ただ今あるエナジーだけではとてもこのゲートを維持しきれません。1秒たりとも無理です。フランツさん、お手伝いしましょうか。アイダの子にエナジー供給装置を止められた。再起動しないとタワー下の転送装置が使えない。すでに2個招待を送り込んだが、どちらも消息を絶った。きっと待ち伏せされたんだろう。危険なのは分かりますが、この任務はどうしてもやり遂げねばなりません。あなた方がやらないとおっしゃるなら私が行きます。俺がやる。ちょうどいいところに来た。また新たな問題が発生した。転送装置の起動にはユーザー認証が必要なんだが、端末が故障してて識別情報が読み取れないんだ。端末がもう一台アイダのこの制御エリアにあります。危険を冒してでも研究員を一人送り込んで認証を完了させねばなりません。ドクター・トンプソンと守衛2名が作戦への参加を志願しました。あなたにそのリーダーを頼みたいのです。ドクター・トンプソンと話してみてください。幸運を祈っています。認証エラー、認証エラー。これは今すぐ解決しないと。ドクター・トンプソン、今の状況は？非常にまずいですね。この設備を誰が管理してるのか知りませんが、もうめちゃくちゃですよ。あなたは私の警備をしてくださる方ですね。これほどお若い方とは思いませんでした。さてと、全員揃いましたね。もう一刻たりとも無駄にはできない。出発しましょう。先を急ぎましょう。アイダの子です。早く撃退してください。
ミッション成功です。急いでこの知らせを伝えてください。フランツさん、ドクター・トンプソンがユーザー認証に成功したぞ。これでひとまずは成功ということになるかな、ドクター・ホアキン。まだ転送設備の再起動に成功しただけです。エナジー供給は不安定なままですし、性能も完全には回復していません。油断は禁物です。この状況ですと、オビリスクの内部に安全に送り込めるのは一人だけです。一人？あの中はアイダのこといっぱいなのに、一人で足りると思うか？一人しか無理です。それ以上は安全を保証できません。ご自身の部品が欠けても良いのであれば構いませんが。ここで当てにできるのは君くらいのものだ。ミヤも一緒。そミヤは危ないからダメだ。それに博士が一人しか行けないって言っただろ。ミヤミでは、これで決まりですね。あなたを送り出したら、転送ゲートのエナジーを安定させて、できるだけ早く応援を送りますから。ようこそ。はじめまして。君は誰だ？私はバルキリ、一人目の許しの天使、あなたの敵よ。本当は敵を増やしたくないんだけど。君が対立を仕組んだのか？私たちだってやりたくない。この対立はさらなる犠牲を避けるためのものよ。アイダの子は何が欲しいんだ？あなたたちと同じ人類のより良き未来よ。それじゃゲームを始めましょう。これが最初の関門よ。あまり難しくないといいんだけど。このエレベーターはもう使えない。でも通路を用意してあるわ。正しい順序で装置を動かせば上に行けるわよ。時間があまりないわ。何をするべきかよく考えるのね。人は前に進むことばかり考えて、進むべき方向を忘れがちよね。
よく来たわね。さて、これが第二の関門よ。勇敢さと知恵を見せてもらったわ。顔を合わせるのも時間の問題ね。第四レベルに通じる転送ゲートが開いた。サーガ様から撤退するようにとのご命令だ。もう？まだ時間があると思ったのに。サーガ様のご命令は即時撤退だ。焦らないでフレイヤ。みんなは一緒なの？ネメシス以外は。ああ、かわいそうな子。ねえ、イチゴ、早く来てください。ここはタワーより楽しいですよ。バルキリ姉さん、シーアたちな。わあ、バカにしないでよ。ダダダ、ダダダーン。5分だけ待ってやる。せいぜい。ああ、もう。2号は真面目になるとつまんないのよね。他は言うことないんだけど。もう誰にも邪魔はさせないわ。さあ、力を見せて。それじゃあ通すわけにはいかないわ。ほっ。よっ。ほっ。やるわね。こっちの番よ。賢い子ね。関門を突破したようね。上で待ってるわ。ああ、やっと会えたわね。そこをどいてくれ。気をつけるのご覧なさい。あなたに準備した舞台。
面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だ。また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。世界が滅ぶぞ。裁きの時を待とう。奴を止めろ。いや、わしは世界を救う。ネメシス、最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。ジーク、大丈夫か？シャーリーは？シャーリー？おい、シャーリー！きっと大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもすぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ねえ、お願い。やっと来たか。シャーリーの意識は戻ったのか。意識は戻ったが、体が衰弱してる。
しばらく休養が必要だ。エルリックさんも来てるんだろう。ハンナがそう言ってた。ええ、中がどうなってるか考えるだけで恐ろしいよ。きっと大混乱だろうな。それって、おいおい、君も知ってるだろう。フレアと我らがオフィサー殿との関係は。そうでなきゃ俺がなんで外で待ってるんだよ。急いで中に入ろう。これ以上遅れたら取り返しのつかないことになる。博士、落ち着いてください。とっくに冷静よ。それとも何、落ち着いていたらいけないとでも。いえ、そういうわけでは。争うつもりはありません。ただ提案を検討してくれませんか。私、あなたたちを信じてたわ。でもその結果は。申し訳ございません。ねえエルリック長官、最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気がめいらないお客さんは初めてだけど。ああ、うん。話し合いがどう？うまっ。さあ、どう思う？いや、その。助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士、ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランツさん、全員揃ったから今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。2年前ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定してマーク正体と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクタークレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るものはいない。喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ、俺たちの和解と友情の証として。もう遅い。これから他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。分かったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。あれ、どうしたの。シャーリーの様子を見に来たんです。具合はどうですか。回復はまずまずといったところね。生体金属の拒絶反応はコントロールできるレベルまで減少しているわ。ただメンタルに関してはあれだけのことを経験したんだもの、回復には時間が必要よ。心配ならあの子に会っていけば。シャーリー、具合はどうだい。心配してくれてありがとう。体調はだいぶ良くなったみたい。たまには散歩でもしてみないか。ケイトス島を出るってこと。うん、気持ちを整理するにはいいかも。ちょうどどうしようか迷っていたことがあるの。何。この前、許しの天使の一人から通信があって、
私と話がしたいみたいだった。許しの天使には特殊な電波送受信機能があるの。私たちにだけ聞き取れる周波数を使えば簡単に通信できる。自己暗号化された連絡手段みたいなものね。でもさすがに相手がね。だからまだちょっと安心できない。よかったらあの人たちに会いに行くのに付き合ってくれないかな。わかった。よっ。ねえねえ早く来て。どういう意味？2対2だから仲間がいないとダメなの。だから手伝ってよ。連絡ってそんなことだったの？シーアと一緒に遊びたくないの？大丈夫だ、任せてくれ。あなたか。まあいいわ、数さえ揃えば誰でも同じよ。続きましては2対2のメガ闘技戦でございます。この試合の出場者はシーア、そして遅れてやってきた仲間。対するはショウアル兄弟のゴードンとバフィー。さあ試合は間もなく開始です。レディーゴー。勝者決定！シーヤとそのお仲間です。ダダダーン、勝ったわ。お疲れ様。簡単簡単。すっきりした。シーヤ、私に連絡をくれた？何の連絡？わかんないわ。君が連絡したんじゃないのか？シーアは忙しいの。そんなことしてる暇はないんだから。彼女じゃないと思う。連絡には署名がなかったから他の人かもしれない。ねえシーア、エイジスとフレイヤを知らない？エイジスはどこかに行っちゃった。フレイヤ姉さんも忙しそうだから一人で遊んでるの。でも今日は遊び疲れちゃったからちょっと休むね。今度また遊んで。バイバイ。エイジス様、我々の乾杯です。見ろ、誰か来た。面白いものが見れそうだな。あらあら、どなたかと思ったら。エイジス、私を探してたのはあなた。あなたは招待されていませんよ。でも来てしまったからには楽しませてもらいましょう。楽しませる。あなたとは戦ってみたかったんです。自分から訪ねてくるなんて、このチャンス無駄にしません。場所をちょっぴり拝借して実力を出し合ってみませんか？待ってくれ、シャーリーの調子がまだ。私なら大丈夫。エイジスの性格だもん。私と戦わないうちは気が済まないんじゃないかな。なかなか話のわかる妹ですね。新入りのあなたとは手合わせしたことがありませんでしたからね。楽しみです。どんな技でも存分に披露してくださいね。そうそう、別に一緒にかか
人で十分よ。やっ、はっ、やっ、はっ、邪魔者は消す。なんだか違う気がしますね。やっ、はっ、ああ、隠してないで早く見せてください。私を甘く見ないで。なかなかやりますね。これで満足した？そんな、まだまだ足りませんよ。今度はあなたの体調がいい時に一戦交えましょう。それまで死なないでくださいね。わかった。あ、ちょっと待って。新しい連絡が入ったみたい。さらに先にある山頂からはオベリスクが見える。フレイヤはそこにいる。順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入に言おう。サーガ様からの伝言だ。ん？けどサーガはもう、この後に及んで何か企んでいるとでも言うのか。あなたに説明しておかなくてはいけないことがある。我々はあなたの敵でもなければ敵でもない。ただ人類が直面する危機や将来の懸念を考えれば、貪欲にオムニアムを求めるハガードとは対立せざるを得なかった。今までの悪事をなかったことにはできない。モラルや矜持で理想を実現できるわけではない。手段を選んではいられない。そもそも第三次タイムリバースが成功していれば、この星の傷跡をすっかり消し去ることができたはずだ。我々による傷か、ハガードによる傷かを問わず、ネメシス、多くのことを思い出したのなら考えてみてほしい。幼い頃から経験してきた悲劇がオムニアム悪役の歴史とともに存在しなくなるということ。シャーリー、話はここまでだ。本題に入るとしよう。伝言？アイダの子はかつて失われた大陸ヴェラを不完全ながら観測した。ヴェラ大陸だって。ハガードもおそらく時空乱気流内で再び観測エリアに入ったヴェラに何らかの行動をとっていることだろう。時空乱気流内の他の場所？それって、これをどう解釈して何をするかはあなたの自由だ。言っておくが、我々と違い、サーガ様はあなたに大きな希望を抱いておられる。頑張ってくれ。私、勇気を出して全ての現実と向き合いたい。兄さんを取り戻すためには決心だけじゃなく、やるべきことがたくさんあるよね。どうか一緒にいてくれないかな。また戻りたいの。ここまででいいよ。え、ここまででいいのか？うん。みんなの生活が元通りになって、私
嬉しいね。今度来るときは兄さんも一緒だといいな。その願いを叶えるために今やるべきことをはっきりさせなきゃ。今わかってるのは、兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になって、もう長い時間が経っている。その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった本当の意味を見つけたいの。ただベラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど、この後ハガードで聞いてみないとな。小さい頃、兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。本当に行かなくていいの？いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。